こんばんは、いらっしゃいませ。平和堂公式 VTuber 鳩の幸です。皆さん聞いてください。昨年おととしと私も平和堂のお店の実演販売や YouTube 動画でもご案内させていただいた平和堂のジュアウマ生姜香る鶏もも唐揚げが、日本唐揚げ協会さんが主催されます第12回唐揚げグランプリの中日本スーパー惣菜部門で最高金賞を受賞させていただくことができました。最高金賞をいただくのはこの度3年連続となります。日頃平和堂の唐揚げをご愛顧いただいている皆様のおかげさまです。本当にありがとうございます。私も自分のお店の唐揚げが栄誉ある賞をいただけてとっても嬉しいです。今回はその唐揚げの特徴を改めて皆様にお伝えさせていただきたいと思います。ポイント1、製法へのこだわり。鶏肉本来のプリッとした食感をさらに引き上げるために、お肉に下処理工夫をひと手間加えました。高知県産生おろし生姜や青森県産りんご果汁などを混ぜ込み、仕上げにお肉の表面にさらに生姜を絡める製法を採用して、一晩寝かせてじっくり味付けをして、より炊き味と後味に生姜をしっかりと味わえるようにしています。ポイント2、産地へのこだわり。土と日照、雨量のバランスに恵まれて育った高知県産生おろし生姜。コク、甘み、風味に優れた青森県産生おろしニンニク。酸味と甘さのバランスが取れた青森県産りんご果汁を使用しています。ポイント3、醤油へのこだわり。薄口醤油を使用し、食材本来の味、香り、旨味を生かし、後味すっきりさせています。ポイント4、衣へのこだわり。おいしそうなきつね色の見た目とサクッとした食感を持続させるために、お肉に衣をつけてすぐに揚げるのではなく、少しなじませる時間をとってるんですよ。ポイント5、大きさへのこだわり。幅広いお客様に食べやすくなるように、一粒のサイズを25から30グラムの食べやすいサイズにさせていただいています。はい、いかがでしたでしょうか。私もこの唐揚げが大好きで、こうやって商品の紹介をさせていただくたびにお腹が減っちゃいます。これからももっと美味しい唐揚げ、お惣菜で皆様に喜んでいただけますよう、平和堂は美味しさの追求をしてまいります。皆様もぜひぜひ平和堂のお惣菜コーナーで、このジュアウマ生姜香る鶏もも唐揚げをお求めくださいね。以上、鳩の幸でした。ありがとうございました。またお越しくださいませ。ご視聴いただきありがとうございました。いいね、コメントお待ちしております。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。過去動画も見てねー。